月11日に、初の日本武道館でのワンマンライブを行う打ち首獄門同好会が、立て続けに巷を賑わせている。まず、本公演については、映像化を目的としたクラウドファンディングプロジェクトを実施中だが、この支援金額が4300万円以上を達成。という、にわかに信じがたい結果となった。では、どうぞ。今回ご紹介する映像は、日本のラウドロックバンド、打ち首獄門同好会の、布団の中から出たくないという楽曲のミュージックビデオです。この曲では、そのタイトル通り、寒い冬に誰もが抱く、布団の中から出たくないという思いが綴られており、ミュージックビデオには、LINE スタンプなどで大人気のクリエイター、ルルテ足が書き下ろしたペンギンのゴウペンちゃんを起用。可愛らしさと激しさが共存する仕上がりになっています。海外サイトが英語字幕をつけて投稿したところ、大反響を呼び、翻訳元の一つには3万近いコメントが寄せられています。冬の朝、布団、ベッドの中から出たくないという痛切な思いは、世界共通のものであるようで、共感の声が殺到していました。海外の反応。ここまで、私のことを歌い上げてくれた曲が、かつて存在した試しがあっただろうか。いやない。国籍不明。この曲最高。そんでもって、日本語の勉強にもパーフェクトだ。ドイツ。完全に私だ。毎朝あんな感じ。同じような掛け布団を持ってるし、あの小さなヒーターも持ってる。この曲の歌詞は、私の人生を紡いでいる。アメリカ。ちなみに歌ってるのは、打ち首獄門同好会ってバンドね。アルゼンチン。すべてのデンマーク人が、この曲に共感することだろう。デンマーク。完全にハマった。頭の中で無限ループしてるもん。こんなに胸に刺さる曲は、めったにないよ。プラス8、アメリカ。本物のヘビメタしか聴かない私も、すっかりハマってる。オーストラリア。摂氏21度の日の世界の様子。シンガポール人、冬服引っ張り出さないと。他の世界の人々、T シャツにショートパンツで OK、シンガポール。21度って、カナダ人なら、暑さのあまり叫び出すぞ。カナダ。摂氏。何それ美味しいの？ああ、俺らは、なんて奇妙なシステムを持ってるんだ、アメリカ。歌詞道を用いてる国は世界でアメリカだけ。トイレの方が来たらいいのに。けだし自然である。国籍不明。俺にとって食事は選択科目。そして睡眠は必須科目。国籍不明。日本人は本当に上手に何でも可愛くしちゃうよね。この曲もすごくキャッチーで大好き。ベトナム。とっておきのお役立ち情報を教えちゃおうかな。トイレに行き、たいけど寒くて起き上がれないって時は、ちょっとです、乾かすの繰り返しでいけるぞ。フィリピン。途中で止めるとか無理ゲーだろ。マレーシア。ダムは、なあ、一度決壊したら、もう終わりなんだよ。国籍不明。あのペンギンは私です。畳の部屋で布団を敷いて寝てるんだけど、毎朝起きて、すぐに、こたつの電源を入れて、そこに滑り込んでるよ。だって、こたつ以外の空間は寒すぎるんだもん。何で、日本にはセントラルヒーティングがないの。スウェーデン。こんなにメタル魂を感じさせてくれる曲に出会ったのは久々、メキシコ。マジでフィンランドの日常だわ。俺なんか、携帯の充電が切れるまで、ベッドから出ない、フィンランド。ああ、かわいすぎる。私も日本で暮らしてるとき、冬は、毎日あんな感じだった、国籍不明。この曲を作った人、さては、冬の俺の様子を盗み見したな。スペイン。これだけ、巧みに、冬の朝を表現した曲は、他にないだろうね、ポーランド。終わり方が納得いかんな。だって、夜になればまた、ベッドの冷たさと戦わなきゃいけないんだから。寒さに耐えつつ、30分は、睡魔を待つことになる、モンゴル。冬の寒さに文句を言ってる人は、一度カナダに来てごらん。
常に火星よりも寒い世界だ。マイナス40度くらいで凍えてるやつがいたら笑われるぞ。マイナス60度になってからが本番だ。カナダ。この曲聴くとすごくほっこりする。布団の中から出て偉いって、歌詞は心に響くね。カナダ。冬の朝は、やっぱ、みんな同じ思いをしてんだね。特に、ポカポカの猫が横にいる時に起き上がるなんて不可能だ。アメリカ。この曲を、俺の国の国歌にしたいくらいだ。カナダ。歌詞に首がもげるほど同意。こんなにキュートで共感できる曲は他にない。アメリカ。私の葬式には、この曲を流してやってくださいまし。アメリカ。生まれて、初めて笑いすぎて死ぬ体験をした。アメリカ。ベッドだけじゃなくて、こたつでも同じ状況に陥るよ。カナダ。この曲は完璧だ。日本は、俺が求めてることをすべて提供してくれる。だから大の親日家なわけなのだよ、ポーランド。これが、世界の冬のテーマソングですって。私なんか一年中あんな感じだし、イギリス。インターネットがなかったら、この名曲には出会えてなかった。やっぱインターネットって偉大だよな。アメリカ。一番の悲しみは、冬の日にベッドから起き上がることじゃない。この名曲に、終わりがあるってことだろ、インド。バンド側も、英語字幕付きバージョンのミュージックビデオを公開して、字幕さえつければ海外でも通じるのかと、いたずら心のあふれる試みを実施。今後、国内のみならず、世界中からの反響も楽しみになってきた。